週のすごかったものを熱量を持って伝えラジオ、もみちゃんずでーす。スーコでーす。はい、先週が、はい、スーコの、はい、キングファミリー、はい、大好きな、ね、いや、はい、逆に今まで話さなかったのが不思議なぐらい、確かに話すね、うん、なんか言ってると思ってました僕は、キングファミリーを。好きすぎたしね、はい、当たり前やと思ったんでで最近結構ね、この、うん、うわーと思ってそれがあって、キングファミリーでこの、そういえばキングファミリーのせいでというか、うん、この服が買えないお金、ね、はい、買えないっていうことなってんなと思って、それをちょっと言おうと、うん、なるほどね、はい、よかったよかったです、はい、ぜひ行きましょう、はい、じゃあ今週私なんですけど、はい、でも逆にもいも好きすぎて喋ってなかったことがありまして、はい、なんかなんだろう、好きすぎたらさ、もうむしろさ、なんか殿堂入りみたいになってるから、はいはい、なんかあえて言わないことってあるじゃん、はい、なんか例えば好きな食べ物とかも、はい、もう1位はずっと食パンなのね、はい、でもそれって殿堂入りしすぎてるから、はい、もう今聞かれたらカレーとか、はい、そこに答えてるのね、っていうので、はい、あの私あの爆走兄弟レッツエンドゴーという、はい、あのミニ四駆のアニメを一回も多分喋ってます、なんとなく好きなんだっていうのを話してたと思うんだけど、確かに過去一とかそういうのでは喋ってましたもんね、うん、そうそうそう、はいはいはい、なんですけど、でこれをなぜ喋ることになったかと言いますと、はい、まさに今日ですね、はい、あのツイッターの方で、はい、この今年が25周年になるレッツエンドゴーが、はいはい、でなんかそう今年の6月11日から、全国5カ所でレッツエンドゴー25周年記念展をするってことが発表されたんですよ、はい、記念展を、はい、はい、25周年の記念って、なぜか25周年のやつをするってなって、それがまさに今日発表されて、はい、でも今年1ぐらい、はい、ってなって、はい、でもずっと動機止まらない、はい、今記念展発表だけですか、はい、まだでも何するとかしても発表されてないんだけど、はい、もうそのするってことで、はい、もうなんかこの止まってた時計が動き出したかのような、もうワクワク、そう、はい、でも本当にそれを小学校あれ3年生ぐらいの時からやってたから、はい、アニメが1996年とかから、あ、そうですね、僕5歳とか6歳とかですよ、あ、そうなの、はい、全然そのまま、まあ薄く覚えてますけど、そうだよね、え、じゃあんまりこのさ、はい、あの時のミニ四駆ブームとかもそんな知らない、でも兄貴がね5個上やったんで、5個上やったらまさにだね、はい、でそれを見てました、背中を、そう、はい、兄貴がしてんの見てたんで知ってはいるんですけど、うん、そんなもうなんつうかドンピシャではない、5歳じゃまだわかんないもんね、はい、組み立てとかもね、そう、でもそれが、3年生ぐらいの時から見て、はい、もうすっごい好きで、はい、で、中学校の時はそれをもうビデオ借りてきて、はい、もう毎日ずっと見てたの、はい、で本当やっちゃダメだけどビデオダビングしてさらに、はい、そんなんありました、そう、なんか昔って、はい、あの言ったらうちんちとかテレビビデオだったの、はいはいはい、テレビビデオで、あとビデオデッキをつないで、ほんまや、それで、はいはい、ありましたね、ビデオダビングするってのができるから、はいはいはい、それでダビングして自分のレッツエンドゴーのビデオを作ってたの、なるほど、今からギリね、今からギリセーフですけど、はいはい、そうなんだけど、それをもう本当にもうアホほど見てて、だから、はい、未だになんかこのあのさ、貝のさとか言われたらもう全然全部喋れるぐらい、はい、全部すり込まれてるぐらい本当に好きで、はい、そうで、これが、ね、なぜこんなにも好きかと言いますと、まあ、そうかちょっと見てないと思うからあんまりあれなんだけど、はい、まあ、言ったらそもそもコロコロ系の漫画アニメってすごい好きなのね、はい、であれって言ったらなんかまあこのおもちゃ、何かおもちゃ、この、まあ、ミニ四駆とかヨーヨーとか、はい、ベイブレードとか、あとは、はい、ビーダーマンとか、はいはい、何かのおもちゃに対してなんか主人公とか周りのキャラクターがいて、それでこう世界目指したりとかしていくっていうのが結構王道だったりするじゃないですか、はいはいはい、でやっぱこの何だろう、ポケモンとかそういう仲間集めていく系とまた違う、このおもちゃ何か一つによって、はい、この上り詰めてく系、はいはい、ね、このまあカードゲームとかでもいいけど、はい、それってやっぱさ一番身近じゃん子供にとって、いや、そうですね、確かに、そう、やっぱ自分もなんかこの初めて欲しくて欲しくて買い与えてもらったミニ四駆とかが1個あって、はいはい、でその時ってやっぱ今って何でも自分で買えるけど、うんうん、1個買い与えてもらっただけでさ確かにそれをね、すごかったじゃん、はい、もうずっと大事にしてたし、これで遊ばないといけないっていうのがあるんですよね、そう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 、はいはい、でそれをちょっと改造してみたりとか、はいはいはい、っていうもそのキラキラ感もやっぱあるし、あのおもちゃ系のアニメって、はい、このうわそう自分も買ってもらって嬉しかったんだよっていうのがあって、はい、であれ系のアニメとかってそのま主人公が本当にそれを大事にしてる、うん、で大事
事にしてるがゆえにこのお友達やと思って接してる、はい、っていうのが結構もうベターな、はい、もうそうですね。いやでも友達ですもんね。そうそうそう、はいはい、でもレッチェの方もやっぱりこのマシーンが友達だし、はい、でたまになんかこっちの思いを感じ取ってすごく頑張ってくれたりもする、はいはい、みたいな感じもある、はい、で、あ、そうだこれはねこれですねそうだ、せっかくそう私そう好きすぎてこのファンブックとかも持ってたんですけど、そうで、あのレッツ&ゴーって一番最初にこの無印って呼ばれてる、はい、あの国内、あ、はいはい、国内だけのやつがあって、はい、その時にこの WGP っていう世界大会編か、そうこれ世界大会編なんですよ。はい、でその次に一応マックスって呼ばれる、まあ、主人公はちょっと変わるやつがあるんですけど、はいはい、まあ、特にこの WGP が本当にすごくてですね、世界戦が、はい、世界大会がなんかもうね、はい、まあ、このレツ君とゴー君は、まあ、日本チームね、はいはい、この子たちはその前作の無印で仲間になった子たちを、はい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 、ね、そう、もうこの思いもいっぱいあるわけよこのチームには、はい、でその他にもなんかこのアメリカチームとか、はい、なんか中国イタリアとか、あれこれってブロッケン G とかの余っちゃいます、あ、そう、ブロッケン G とか前作、前作、あ、なるほど、そうか、それが前作なんか、そう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 、でもあのブロッケン G っていうのは大神博士っていうなんかこのマシンを本当になんか道具として扱ってて、はい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 、なんかこのもう弱いマシンを壊すみたいな、そうそうそう、上からバーンってやってましたもん。ブロッケン G とかはそこ出身だからね、大神研究所出身、なるほど、ね、じゃあもう壊すのを、そう、もともとは壊してた、でもここではもう仲間なんで、そういうの考えはないってことですね。もう全然ない、なマシン一番友達だと思ってるから、はい、そう今は、そうでも、はい、その大神研究所の子があのこっちでコーチしてたりもするのよ、このね、はい、アフリカのチームでこの子、この子が、はいはいはい、一番悪そうな顔してるな、そうコーチをしてたりもするんですけど、はい、これってこんだけまあチーム結構出てくるんだけど、はい、どのチームも、はい、なんだろうな、すごくエピソードが濃くて、あ、そうなんですか、そうで、なんかこんなんもどっかしらなんかモブチームだろうみたいな、いや、ありますよ、ね、なるんですけど、なし、もうなしよ、もうみんながもうそれぞれ、ね、全51話ぐらいあるんだけど、はい、それを経てすごく成長していくの、いろんな面で、え、全チームが全チームだったよ、特にここなんかな、イタリアチームすっごい悪いチームなの、悪そうっすよ、もう本当にめちゃくちゃマシン壊してくる、え、そう、もうで本当に卑怯な手ばっか使ってくる、はい、え、チャンス、え、傷ついてますもんこいつは、え、もう口元傷ついてるって言いますやん、みんなおしゃれしてるのこれは、マジか、そうで、すごいもうむちゃくちゃにすっごい壊してくるんだけど、はい、特にこのね、もう一番悪いリーダーのカルロっていう子がいるんだけど、ね、はい、この子は最後あのもう自分の力で初めて勝つことを味わうの、なんかこの汚い手を使わずに、なるほど、ってなった時 に、はい、もうみんなは汚い手、他のチームは使うと思ってたから、はい、使わなかったってなって、みんながええってこのパッパッって振り向くシーンがあって、でこのカロルのマシンがブワってゴール、はい、みんなが向いてゴールして、すごい叫ぶシーンがあるんですよ、はいはいはい、とか確かに良さそうですね、それは、それとかあのドイツチーム、ドイツチームはめちゃくちゃ強くて、ドイツはもう言って言うて最先端ですもんね、そういう機会の、最初なんか最初の世界大会の方なんか2軍のチームで戦ってたの、はい、もう2軍で十分だっていうので2軍が戦ってて、ちょっと負けちゃったからやっと1軍が、結構みんなモフモフのアウター分厚ないですかこれ、そうよ全員やっぱレーサーだから、あ、そうか、一応そうか、レーサーか、レーサーだから、そう、そうか、このミハエルっていう、はい、ミハエルシュマハとかから来てるんですかね、このミハエルはもう本当に無敗リーダーです、すごい強い、え、女の子ですか、男の子、男ですか、そうで、この子も一回も負けたことがない天才のレーサーなんだけど、はい、初めてやっぱ世界大会で負けるんですよ、なるほど、そうで、はいはい、なんかこのもう大雨の中、へってなって、はい、僕は負けたってなって、初の敗北、もうそう、はい、で、なんかずっともうこのへってなるんだけど、はい、そっからこのなんかレースとはっていうのを学んでいくみたいな、成長していくんです、これ一回負けておしまいとかじゃないんですか、じゃないです、あのもうすっごい何回も何回も、あーそうか、当たっていくから、なるほど、うん、あ、そうなんですね、そうそう、全然全然この、めちゃくちゃ勝ち上がり戦とかじゃないから、じゃないんですよ、あ、うん、じゃあそれはモブなんか生まれないっす、そう、だからもうどこのチームもなんかこのレースを経て成長していく、いろんな成長していく、仲間の大切さとか、はいはい、汚いことしちゃいけないとか、はいはい、をいっぱい学んでいくの、もうザ・コロコロな、すごいの本当に、はい、で、うん、それがまあやるんですよね、この展示会がやるんですよ、25周年で、そうで、あのね、このオープニングとかエンディングもとにかくすごくて、はい、めっちゃ
い曲が、はい、でオープニングが、無印だとウィニングランっていう曲が、確かにもうそっちの方が最初のやつはもうね、はい、結構そうがすごい良くて、はい、で WGP だとゲットザワールドっていうもう本当に、はい、あのアニメ見たことない人も知ってるような曲があって、はいはいはい、もうなんかでエンディングのなんかパーソンズが歌ってる夢の果てまでもっていうやつがあるんだけど、はい、それがもうちょっと機会があったら聞いてほしいんだけど、なんかね、もう泣いてしまう。え、本当に。まあ、それこれありきでしょ、でも。いや、でも、あれは知らなくても泣いちゃうんじゃないかな。ほんますか？それって一応、思い出ありきですよ、音楽って。そんな急に、なんか今もあるか、とか感じて。なんか、あの、他の曲でタイトル忘れちゃったけど、なんかね、この兄弟のこと歌ってる、なんかラップみたいな歌があるのよ。はい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 。そう、それとかもなんか、はい、兄弟あるある、はいはい、なんかこう言ってるんですか、そうそうとか歌ってて、なんかちっちゃい時の、なるほど、はいはい、なんか喧嘩してしまう感じとか、はいはいはい、なんか懐かしいというか。でこれって、結構早い段階で合体しませんでしたっけ、合体っていうかなんかありませんでした、このミニ四駆って、パーツ預けるみたいなってありました、ちゃうかな。でも、あの、日々このやっぱマシン自体が変わってきてる、変わりますよね、あ、なるほど、そうか、それか、そうそうそう、一番最初はなんかこのマグナムセイバーとか、なんかそう、シンプルなやつで、ね、はい、どんどんサイコロマグナムとか、なるほど、そっからもうパワーアップしていくんですよ、そう、そうか、本当にすごいから、本当にちょっと、あの、本当に見てほしい、じゃあ改めて永久に1位だからアニメの。一回去年ぐらい YouTube であれですよね、無料配信しましたよね。別に朝日さん今回の向けてやったんですかね。やったのかな実は。なるほど。そう、でもね今ねブルーレイとかもねボックスがね10万ぐらいするんよ。そうなの。え、それ全部含めてですか。無印とその WGP だけで。だけで。うん。10万ぐらいするからちょっと手が届かないんだけど。そう、ぜひちょっと。本当にあのなんか見てみたその世界線マシンとかの走る感じもすごいのね、このなんだ描写が、はいはい、だからこのマシンが走っててここから映しててカメラ、はいはいはい、でこのなんかパーツじゃないけどこのいろんななんかこのカスにカスって大変だな、なんか、まあ、で走ってるやつね、走ってていろんなのがガタガタって崩れていく感じとか、はい、火花散ってる感じとか、はい、本当に描写がまずすごいから、もう今でも古くないです、いや本当に全然、なるほど、ぜひ本当にこれは人生で1回は見てほしい。そうです、まあ、こっから見てもいいわけですよね。いや全然全然いいですよね。全然、なるほど、そう、確かにそれ、それやったらこっちから見ます、うん、それで多分もう今は分かってるけどだいぶキモかったと思うから、今10分間が、いや全然全然もういつも通りですいつも通りではないけどそう、でもちょっとそれぐらい熱が本当にこもってしまうので、すごい、はい、ぜひぜひ皆様本当に素晴らしいので、これは確かに、うん、本当すごいね、ぜひ見てください、はい、はい、ということでまた来週も素敵なお話ができたらなと思います、また